ウルトラマンティガーを私はずっとやらせていただいた中にですね、やっぱり実質撮影が1年半もあったんですが、おかげさまで本当に素晴らしい出会いができまして、いまだにウルトラマンティガーの隊員たちとはよく遊びに行ったりとかご飯を食べに行ったりとかしてます。本当にこういうお仕事をしててもなかなかそういう出会いには巡り合えないんですけれども、このウルトラマンティガー、ウルトラマンシリーズをやらせていただいたおかげで私のプライベートな部分でもすごく豊かになったと思います。そして私の子供の頃からの、憧れの隊長や参謀になれたということで、私がいずれ子供を持った時に本当に子供に自慢のできるお母さんになれるなと思って、これをもっともっと大切に、このイルマという役をですね、もっともっと大切に、これからも私の心の宝として、やっていきたいと思います。私はずっと隊員たちにですね、バカ者と言い続けてまいりましたが、隊員たちはバカではありません。みんないいやつで、本当に私の部下として誇りを持っております。でなぜバカ者と隊長は言い続けてきたんでしょうか。実はですね、私みんなのお父さんの代わりと、そういう思いで、隊長を務めてまいりました。ですから本当にニコッと笑って愛情を込めてバカ者と言い続けてまいりました。でもみんな本当に素晴らしい隊員たちで、みんな仲良くて、僕は本当にみんな大好きです。アスカイクラツルコです。どうも、一年間お疲れ様でした。いらっしゃると思いますので、今まで一番印象に残ったセリフを一つお願いします。印象に残った一つ、アンクル F 西川、大吾が1年間かかって言った言葉、アスカは1つ言ってしまいました。これは絶対に諦めないぞ。アスカさん、おめでとうございます。ぜひお話お願いいたします。心に残るセリフ何でしょう、いっぱいありますけれども、やっぱりつるちゃんとオーディションでもやりました。ありがとう。じゃあお礼にあなたから激痛してあげるわっていうのも今でもよく覚えています。心に残るセリフ、やっぱり最終回のですね、一番最後のセリフ、ラジャー、これです。映画の時ダイナが死んだっていうのが心に残ってます。CM でも使われまして、非常に心に残ってます。鶴の中にも真似されましたが、すごく僕にとってのいいセリフだと思ってます。心に残るセリフ、なんだろう。やっぱり、ね、最後 の、 最終回のですね、ワンシーンあるんですよ。つるちゃんとアスカと2人でずっと語るという、また太らせようっていう、こういろんなそういうのあるんですけど、心に残ったセリフっていうか、そのシーンがすごい、まあ、全部印象に残ってますけどね、それがものすごい印象に残ってます。あとですね、説明テリフがいっぱいでしたでもそれも良かったです。なんたって僕はなんたって2つあるんです。はい、バカ者とスーパーガッツ出撃、これです。